何も説明してなかったな。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。でその前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社はビサイドオーラコの必勝祈願もするから、お前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺に踏んなよ。あんた、本当は何者で、どこから来たのかしらね。ユーナの旅の邪魔をしたら、ただじゃ済まないからね。召喚師様らしいな。おう、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。ユーナの親って有名人なのか？大召喚師ブラスカ様の娘だ。ジンにご生存があったろ。10年前にシンを倒した大召喚師ブラスカ様。ユーナは召喚師として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。覚えとくよ、ルル。気持ちいいね。
ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワカから聞いた。あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって、スタジアムではブリッツボールの試合が開かれて、いっつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前、ザナルカンドの海でな。そっか。ある日、海へトレーニングに行ったまま、帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんは、その日にスピラに来たんだよ。まさか。だって、私がジェクトさんに会ったのは10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ。でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。ワイヤー服だろうが、そんなもん打ち込んでどうするよ。船ごと海に引きずり込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ、武器かよ。
匹出てくんだよ。背びれよ、元を立たないと。
Thank you.
ザナルカンドで真に襲われて、気がついたらスピラにいた。だからもう一度真に会えたら家に帰れるって期待していた。私、真を倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界で、そう簡単には帰れない。これが逃れようのない現実だとやっと分かった。私、召喚士のユーナと申します。リサイド寺院から参りました。召喚士様。他に召喚士がいなければ私に異界送りをさせてください。ああ、ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは町の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。え？
異界送りって何？何が始まるのさ？あんた忘れたんじゃなくて本当に知らないって感じね。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながらまだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？シンを倒す時まで。ああ私うまくできたかな。初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないって思った。
やっと起きたんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。お、来たか。リサイドオーラカ集合。これから寺院へ行く。リサイドオーラカ必勝祈願だ。おう。キーリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってか。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合して、かっ飛ばそうぜ。おう。寺院は森を越えたところだ。では、行くぞ。どうした？ユーナがね、あんたも一緒に行ってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ。冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それは、どうせみんな寺院に行くんだから、話は後でいいでしょ？ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。つまり、龍拳を試してみたら。なんだよ、龍拳って。本来は敵を弱らせて自分を回復する技。でもロンゾ族が使えば魔物の技を自分のものにできる場合もある。お、すごそう。全体止まれ！
あの魔物はこの森の主オチュ。討伐隊の手にも負えん凶暴なやつだ。ここは無駄な戦いを避けろ。